えっと、それではガイダンスを始めていきたいと思います。えー、っと今日の、ね、タイトルなんですけども、えー、配ったものがあるかと思うんですね、えー。こういうタイトルでやらせていただきたいと思います、えーっと。僕のやるタイトルが、年内にインプット終了、その強みと合格へのスケジュールとい、えーね、タイトルでお話をさせていただきたいと思っております。えー、担当は、レック専任講師、メジト佐藤です。よろしくお願いします。でまずね、やるにあたって、 うんとそうですね、今日一応スケジュール少ししゃべるのと、あとは今の試験傾向ですね、どういうことになっているかというところもあるだろうし、あと、皆さん未経験の方も結構いらっしゃるわけでしょ、あるいは、えー、と法学部ではないっていう方ですね。で、どうですかというとうん、あまり関係がないかもしれませんね。僕は一応法学部なんですけども、この業界に入った時に、めちゃくちゃこれ分からないぞと思ったんですねで。もちろん大学ではやったことがなかったので、特に資材法。 っていう学問ですね、えー、あったのであまり関係はないですただね講義っていうことになると一般法を知っていた講師の方がいいわけですよなぜかというとベースが分かってるんで具体的な事例ってパッと出てくるかと思います多分そこが一番違うところかもしれませんねでまずねえ話をする前に今日初めてなので、えー、っとちょっとパンフレットを見ていただけるでしょうかこちらのやつですね僕はどんな履歴をね 時経過して今やってるかというところは分からないと皆さんこう申し込むに際しても多分いろな先生見たりとか多分指郷さん見たりとかして決めていくじゃないですかであなたの特徴はとか、まあ、いわゆる僕ブランディングって仕事やってましたんであなたの特徴はっていうところが分からないとあのお互いね、えー、どういう先生なのかというところもあるだろうしあのノリだけでって僕は全然入ってもらいたくないと思ってるんですちゃんと熟慮していただいて 高い商品じゃないですか。まあ、商品というかね、サービスなんで、ちゃんと授業した上で、ちゃんとえ納得してもらった上えで、申し込んでもらいたいと思っているんですね。うん、でだから、レクでいろんな先生がやっぱりいらっしゃって、それぞれ自分に合う方を選んでもらうとそういうことになっているかと思うんですね。さて、僕の経歴なんですけども、ここのパンフレットって、今日皆さんお持ちになっているでしょうか。あるかと思うんですけどね。えー、っと、ここに多分書いてあると思うんですね。 僕の経歴がずーっと書いてありまして、あちょっと光っちゃってますけどね、一応見えるんでしょ大丈夫ですかね。えっとね、僕は今年、あのよ世の中でいうところの還暦になるんですね。39年に僕は生まれてるので、ちょうど還暦ということで、8月に僕、還暦になるんですね。だからどうだってことはないんですけども、あの大学は、この大学を出ています、昭、ま、和、あ、63年度に一応卒業して、あと、大学院って書いてあるのは、 僕受かっったた後にこれ言ったんです、うん、合格した後に僕、知財法を専門にやってなかったものなので、知財法をやりたいと思って、自分の学校に入って、もう一回学び直しをやったというところなんですね。あとでこれ、少ししゃべります。で、えー、と1988年に大学を出て、うんとこの会社ですね、まあ、大日本印刷っていう、まあ、大手の印刷会社です。で、かなりね、何をやってるかというのを僕も全然入るときに、知財って分からなかったんですね。 で、なぜそれなのにあなたは入ったのですかっていろいろあるじゃないですか。あのー、僕ね、他の試験の勉強を実はやっていたんです。まあ、大学はこの大学なんで、大体理解されてると思うんですよ。まあ、その試験のずっと勉強やってましたねあの。早朝4年になった時かな。あの、今年もダメそうだって、なんとなく担当とか受けると分かるわけですよ。で、ちょっと、あの、旧なんとか試験って結構大変なので、ちょっとまずいなと思ったんですね。 で、四年次の時に、ちょうど5月ですかね、言われたんですよ。佐藤どうするのと。ね。もうみんな決まったんだと。就活はもう全部決まったとで。言われましたね。で、あの時まだバブルのちょっと入る前なので、就活状況がよくすごく良かったんです。で、皆さん、ちょうどね、一期の多分 NTT の一期生が皆さん、僕の同級生で行ったんですね。まあ、そんな情勢だったんで、就活は多分良かったと思うんです。でもね、全く決まってない人って、クラスで1人か2人。 僕含めてそのくらいだったんで、あの本当にさすがに焦りましたね。どうしようかなというところで、そこから僕は就活を始めたんです。5月かな、6月かな、試験が終わって、どうも今年もダメそうと思った瞬間、じゃあ就活をしようからって、皆さんもそんな感じでないと思うけど、あるでしょ、経験って。僕も始めたんですよ。始めたときに、まず、まああの、今だったら多分、就職部ってあるのでしょうかね。 えとそんなところが、まあ、キャリアセンターって言いますかね、大学。まあ、それもなかったんで、就職部っていうところに行って、まあ、片っ端からあの自分の OB の、特に法学部の方ですね、ホームか,入っホームかなんかにいる方の OB のこう、なんだろう、電話とか全部探して、かけまくったんですね。で、たまたま会ってくれと言って、僕は銀座に一旦行ったんですよ。で、銀座に行って、ある、まあ、ブランドで極めて有名な会社です。それ、OB にあったんです。OB にあって、言われたんです。 佐藤君何をずっと4年間やってきたのか、まあ、いわゆる就活のネタというか、あの頑張ってきたことってあるじゃないですか。まるをずっと僕が聞かれたんですね。4年間こんなことをやってきました。特に後ろ大学って、研究室っていうのが、あの試験を受けるための予備校みたいなのがあるんですね。だそこでずっとやってきましたと言ったら、まあ、それは分かったと言われたんですよ。でも、これからは時代が違うと言われたんですね。特に会社においては、商標としてるかとが、ブランドだと。 あるいは特許をしているかとか、発明のものだと言われたんですね。で、さっぱり僕は分かりませんでした、当時ね。あの一応、履歴上ね、あの工業所有権、工業所有権の工業所有権法っていうね、ものを4年の時に受けた記憶があるんですけども、あの当時の法学部ってね、ほとんど行かなくてもいい学部だったんで、1回行ったかどうかなんですね、1回、2回だ。 1>, 1回まず履修で行って、あと試験が出るよっていうときに1回だけ行って、あと試験だけ受けてたっていう3回しか行かなくって単位もらってきたというだけなので、全くもちろん特許は何かって分かっていませんでした。で、行きましたね。え、これからはこういう時代がやってくるんだって、まあ、まっさらだったんですよね、当時は。今そうじゃないかもしれないけど、当時はまっさらだったんですぐあの信用しちゃうんですよね。ああ、そうなんだと。これからそういう時代がやってくるんだって思ってね。当時、その銀座に行ったので、 帰りすぐアイスブックセンターって今でもあるんですかねあそこに行ってあの知的財産権とは当時はなかったけど工業所有権あるいはベニシ子って知ってるかって言われたんでそれも知りませんでした。で紅子仕事中っていう本かななんか見てあこんな試験ってあるんだなと思ったんですよ。でそっくりだったのね担当式試験とがあって論文式試験があって口実試験があって口実の試験しか出てこなくってえー、っとね当時は3%かな。 合格率か今とちょっと違うので、3%で受かったら、一応保証だって書いてあったんで、いや、いいのかなって思ってたんですね。でも一応会社に入らなきゃいけなかったんで、たまたまこの会社にあの入社して、まあ、当時はね、あの1回、2回、3回と面接じゃなくて、1回だけ行ったら内定がもら,もらえたんですね。嘘みたいな話でしょ。8月かなんかに内定もらったんですよ。本当に1回だけ行ったんですよ。1回だけ行って内定もらいましたね。8月か7月かな。 で、次はいつ来るんですかと言ったら、来年4月になってれ来ればよいと言われたんで、それまでずっと遊んでいたんですね。で、いろんなのヨーロッパとか、皆さん、旅行行くじゃないですか。僕も行って遊んでいたんですけどもね、会社に入って、うんと、やりたい部署はって聞かれたんですよ。で、当然、書きますよね。僕も書いたの。で、たまたまたまに入っていたのが、これからは特許部っていうのがたまに入っていたんですね。だから採択あるかどうか、そんなの分かりませんでした。 で、って書いたら、たまたま今年から採用するって新卒で書いてあったんですよ。で、あこれだと。いいでしょう。なぜかといったら、転職はまずないと。専門的な部署なんで、転職はないと。文系だから通常営業じゃないですか。営業だと、ものそれぞれね、2年か3年に多分転職するんだろうって思っていたんですよ。したくないと。 で僕実家がね、この会社にすごく近くに住んでるので、そこから動きたくないっていうのがあったんですね。もうそれもあったんで、じゃあ、自在部でお願いし、まあ、当時は特局ね、お願いしますと言って入ったのが経緯なんですね。だから、そこに約10年間お世話になりましたね。ただ、その時やっぱ思いました。資格がないと、いろんな点で、ちょっとね、仕事の幅って狭まってくるんだなと思ったんですよ。皆さんもそう思ってません僕も思ってるの。で、一番ね、嫌だったところが、 特許庁とかに電話するでしょ。電話してもね、資格持っていないと、なんかね、下に見られちゃうっていうイメージが当時あったんですね。今は特許庁すごくいい環境です。で、当時は、なんかそんなところがありましてね、あ資格があったらこんなことは絶対言われないし、いろんな知識があって、もっといろんなことができて、仕事の幅も広がるんだって思ったんですね。で、資格を取ろうと思ったのが、うーんとね、入ってから2年目か3年目ですかね、始めたんですね。で僕、正直で5年かかりました。 おってもね、で今みたいにもちろん免除がないし、選択も全部受けると、どこだったんで、五、ま、年、あ、は当時平均だったんですね。でも、相当おもてだったと思ったのね、時間的に。で、あの、特にこの業界、ちょ,ちょっとあの、よく教科書ってあるじゃないですか。多分今皆さん使わないよね僕らの頃はこれ、三種の人技と言っていました。一つが、築城解説と。これ聞いたことあります特許庁が各条文ごとに全部、 趣旨書いてあるんですただね、めちゃめちゃこれ読みがたいんだよね。時代法って小30年立法なんです。でそこから何回何回にそれを改正されていて、ごっちゃに全部入ってるんで、現行法はっていうところはちょっと薄くなっていたりとか、これ旧、ね、改正前のものが一応書かれていて、改正になったと書いてあるんで、今どれが動いてるかってなかなかあの初心者と分かりがたいんですよ。で、僕も言いました。読んだんだけど、 大体、うん、いいそうですね、1から28十ぐらいくといつもリターンするんですね。ああ、全然わからないなっていうところです。で思ったので、予備校に僕も行ったんです。当時ね、予備校に行きましたね。予備校に行ったらわかるかなと思ったんですよ。で、どうでしょうね。全然僕はわかりませんでした。一点ても。でね、あのー、まあ、よしわしは別として、いろんなまあ講義を展開してくれるわけです。まあ、特に当時なんで、今と違って相当ちょっと。 まだ、弁士ってそんなに有名じゃなかったんで、予備校の、なんだろうな、構成もあまり良くなかったっていうところあるんでしょうね。教え方もそうというところで、ともかく、この本に書いてあるのもちょっとまとめたぐらいだったのね。で、これずっと読むっていう作業をずっとやらせてるわけですよ。で、見ても、疑問が湧くじゃないですか。僕、もともと学そ措置になったでね、なぜそういうことになるかって、すぐ疑問が湧くんですよ。これこれこういう制度があります。まあ、例えばね、今、実務やられる方だと、補正ってあるでしょ 出番補充訂正する、補正って言うんですよ。直すと。直すと、訴求するってイメージで分かりますかね。その内容です感日が繰り上がるってことになってるんです。で、どこに書いてあるんですかというと、どこにも書いてあるんですよ。書いてない。でもね、根拠ないことって絶対やらないんです。国民主権だから。だって国民が立法で作ってるわけでしょ。法ないところで動くはずは絶対ないんです。でも読み方はあるんです。あるんだけど、分からないから覚えろって言われるんですね。この瞬間ね、つまんなくなってきたんですよ。だん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 と。 だって覚えるっていう学問ってつまらなくないですかあのもちろんねあの、大学受験まではいいんですよ。ある程度覚えてしまって、吐き出すっていう作業。でももう大学に入って、ある程度勉強するでしょ。で勉強してみて、単なる覚えるとか、あとチェックしろって言われるのは、僕は非常に嫌だったんです。でもちろん、あの他の試験の時って、すべてその一般の、ね、予備校の講師って、ずーっと喋るんですよ。喋って、理解して全部。 なぜこれが問題となって、なぜこういうことになるのかっずっとしゃべるわけですよ。あ、これが理想だなと思っていたんだけども、メリシの受験予備校ってそうではなかったんですよ、すべて。だから飽きちゃったんですよ。僕、3回行ったから、日本校だって。1回行って、そうだな、一月ぐらいでまず、脱退。予備校が悪いんだぞと思ったのね。で、翌年度、また周りの方から言われるんですよ。いやー、佐藤君、勉強してると言ってるけど、どうしたのさすがにやめたって言えないじゃないですか。 いや、まだまだまだちょっとうまくいってないから、もうちょっと待ってくださいと言ってね、また翌年行くんですよ。予備校、別の予備校行くんです。で、レジュメなるものをね、配ってやってた予備校があったんですよ。まあ、当時はそれが主流だったので、僕もやったんです。で、やって、これで成績上がるのかなと思ったんですけどね、全然これも上がらないんですよ。つまらないなと。書いてあることを覚えるってことですよ。あの、レジュメってイメージ、皆さんわかりますかね。多分、レッグの中で、僕は使わないんですけど、他の先生ね。 使ってるものって、ロムの講座って中に入ってるんですよ。併設口座って。その中で配ってるものでありまして、それが、うんと、今日持ってきたかな。ね。あ、これ。ちょっと、こんなやつですね。これ一応、一応レジュメって言われてるやつなのね。受験業界では定番でありまして、これ見てください。えっと、これ。商標法上の使用について説明しよう。 こんな試験今出ませんよ。これ昔ね、出たのって。これずっと覚えるわけですチェックしながら。それ、難業休業じゃないですか。これ勉強じゃなくて、単なる、なんだろう、小中学校の遊びっていうイメージが僕は強かったんですよ。面白くないと、ね。で、ここに書いてあることで疑問がたくさん湧くじゃないですか。で、なぜって言うけど、それは覚えればよいって全部言われたので、そこまたやめちゃったんですよ。つまらないなと言って。で、私がなんか遊んでいて、3年目になって、また他の旅校に行ったんですよ。 予備校の先生が悪いと。自分が悪いんじゃなくて、予備校の先生が悪いと思ったんですね。で、行って、他のまた予備校に行って教え方を変えるならば、分かるかなと思って、ちょうどね、当時、まあ、これは商標の網野先生の本なんですけども、まあ、特許の吉堀先生っていう本を中心に展開する予備校があったんですよ。教科書なんで、教科書を中心にやれば、絶対理解ができるかなと思ったんです。で、他の試験って、こういう傾向が強く強かったんで、やれば、ちゃんと法的な理解について、学べてくるのかなと思ったんです。 だけどね、これも全然ダメなんですよ。ね、あの当時の産業財産権の本って、あの問題点が書いてあって、結論しか書いてないんですよ。なぜそういうことになったのかっていうプロセスが全部抜けてるんですよ。で、これを学びたいんですよ、本当は。で、やっちゃったら、自分で読んだ方が早いでしょ。問題点の結論だったら、書いてあるとこ線引いて、こうなると言ったらそれで足りるじゃないですか。でもそれってね、これから AI 進んだら絶対負けちゃいますよ、人間って。結論と理由だけだったら、悪質論と 回答だけだけって同じか問題点と回答だけしか言わなかったら、絶対これ負けます。全然もう意味がないのね、その仕事って。特に会社もそうです。会社は特に大変じゃないですか。僕も大変だったんですけど、いろんなことを説明していと上司が納得しないっていうのがあると思うんですよ。すごくね。で、クライアントもそうです。仕事をやってる際に、いや、これこれこうなりますと言ったって、そんなことを知ってるって100%言うんですよ。だって、クライアントは当事者ですよ。問題点があって今悩んでるんです。こういうことになりますと言ったって、別にでしょ。 選択肢をいくつか与えた上で、なぜこれが一番妥当な結論になるのかって、これは AI ではなかなか、あの、まあ、計算できないんですね。それが欲しいというところなんですけれども、まあ、それがなくても受かるって今の試験になっちゃってるから、どうなるかなって僕は思ってるわけです。ね、で、それをね、えー、僕はずっとその3年目を受けたんだけど、それがなかったんで、また辞めちゃったんですね。一月か二月かな。もう <laughs>、証拠にもないわけですよ。で、えっ、ー、とね、4回目ですね。その時も僕は結婚したんですね。 で今の奥さんに言ったんですよ、あのいや、僕はもう、勉強してますと、大手の会社にいますと、で財務ですと、本社ですと、まあ、そこまでよかったのね、で受かりますと言ったのね、来年度、何も勉強してないんですよ。で、やばいじゃないですか、そろそろね。で、周りからも言われるわけですよ。さあ、僕、3回もユニモ講座行ったんでしょう。そこもできるようになってるんで、来年度 OK だよねって言われたもんね、全然、だってやってないんですから。で、また別日教授がったわけですよ。 でその時にさすがにあの決めましたね。もうやらないとまずいというところで。あとね、たまたま、えーとね、今もうなくなってしまったんですけど、受験新報っていうのがあったのね、当時。まあ、たぶ分からないと思うんですけど、そういうあの本、雑誌があったんです。そこ見ると、同行の死を求めるって書いてあったの。で、ゼミなんですね。で、今やってるいびさんのゼミとは全く違います。でいわゆる、永遠とこう当てるんですよ。なぜこうなるかなぜこうなるかなぜこうなるか,ななるかと。普通大学じ、大学の受験ゼミってそういうイメージがないですか。 大学のとき、そういうふうに習ってたんですけども、そこらです敵にずーっと当てていくんですよ。なぜそうなるのっていうそう、いわゆる陸上を聞くようなゼミだったんですね。それがはまったんですよ。面白いと思ったのね。あなるほど、こういう考え方があって、人っていろんな考え方があって、いや、地材って画期的に全部書いてあるけど、実は違うんだと思ったんですね。で、そこから買ってトしましたね。で、そこから約2年間で買かったので、僕、5年かかってるんですね、実際上は。でも、実際はもしかしたら2年後かっか,かもしれません。本当にやったら2年っていうだけで。 まあ5年かかってる方は確かですね。で、思ったわけ。いや時間かかるなと思ったんですね、この試験って。それは、なかなかこういうのものを見るだけではちょっと難しいので、どうしようかなと思ったんです。で特に、あの、論文式試験は僕ね、もともと書けたんです。他の試験勉強やっていたので、まあ書けたんですよ。ただ一番の問題点が、やはり担当式試験なのね。全くあの民法、刑法とか行政法とか関係ないところで知財法ってある本なので、ちょっとやっぱ分かり難いわけですよ。 見たことがない、聞いたことがないんですよ。民法って一般的なことじゃないですか。離婚っていう問題が起きたらどうなるかって、ある程度予見できますよね。理屈は分かんなくても。でも、特許って人が作ったものなので、なぜこうなるかっていうところが分からないと止まるんです。商標もそう。で、疑問があって聞くと、それは考える必要性がないって全部言われたもんだから、えって思ったのね。で、そこでは良くないなと思ったんですよ。で、受かったと、僕受かったのは、だから会社に入って9年目に受かったんですね。で 会社を一回僕は辞めました。9年目に。で、その前担当式試験を受かったのですけども、でも、ログでね、これ絶対待って一死に進んでましたね、読み間違いをやったんです。文章の読み方、読み間違いね。あの、簡単に言うと、A と B の違いを説明せようっていう簡単な問題だとしましょう。ね、A と B の取り扱いについては僕読んじゃったので、違いっていうのを落としちゃったんです。で、めちゃめちゃ早っかけたのね、いや簡単だったぜ、今年はと思ったのね。 ではいトイレに行きたいって手を挙げたんですよ。で、トイレに行って、まだ書いてるやつがたくさんいると思ったのね、もう俺は終わっちゃったぜと思ったのね、15分前に。そしたら、自分が真似受けだったとに気づいたのね、あ違いって書いてあると。でそこから直したんですけど、もう、まあ、だめでしたね、その年は。だめだったというところで、翌年度、まあ、その後受かったから良かったんですけども、一回僕はだから、えーと、平成9年の時の4月に会社を退職したんですね、3月の末に辞めたんです。 でその後、えー、その年に受かったので、よかったんですけど、もし受かなかったら今どうなってるんだろうって、本当に思いますね。うん、だから、やめるのだったらもうちょっと僕、早く辞めるべきだったと思います。あの1月とか12月とかね、ちもう直前でしょ全然もうね、違うんですよ。直前期になって、受けようってことになると、あの今までめちゃくちゃ忙しかったの急に暇になるもんなので、全然体調の管理がうまくいかなくなったんですね。これは本当のことなんですよね。だから まあ辞めることは今ないと思いますけど、辞めて受けることは本当に時期って必要ですよ。時期、いつ辞めるかっていうところがね。で、受かったからよくって、受かった後、何をしようかなと思ったんですね。で、もちろん、あのー、4月から僕は、今この、これで教えてるじゃないですか。この予備校で僕はバイトをしたんですね。バイトをしてテキストを作るっていう作業をやったんです。まあ、もちろん合格してないので、教えることはできなかったので、作るってことやったのね。一応担当を取ってるし、ってことだったので、まあ、作るってことやったわけですよ。で、 作るに際してどうしようかなと思ったんです。あ、そうだと。この、えー、っと、便利士のね、資格の試験って、ちょっと教材も含めて遅いんだと思ったんです。遅いと。何が遅いかというとあの、特に担当対策ですね。担当対策が遅いと。当時は論文はさっき見た問題しか出てこないので、あれを覚えてでよかったんです。当時はね。どこかってことね。でも、担当についてはあ、本当に遅かったのね、対策が。で、とりあえず、 僕らがやったのって、この築造解説を読んだりとか、あるいはこの、えー、と格好物ですか、くる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 回して、だいたい10年分のやつを僕は30回毎年解いてましたね。で、ある程度覚えてパッと解くというイメージ。だけど、これやっぱ時間かかるんですよ、すごく。何も体系だっていないし、何書いてるのかまず分からないね。書いてあること見たって。で、問題やってもダメだろうし、あとね、いろんな方言う人もいます。条文ちゃんと読み込めと。 言うんだけどもこれ相当できるようになってからです。読み込めてできるのってあの。ちょっと見てもらいたいんですけどね。例えば、これ読み込めます例えばね、著作権ってめちゃくちゃめんどくさい法律なんですけども、あのー、そうですね、著作権法ですよね。読み込んで分かれば誰も苦労しないんですよね。例えば、 そうそうまあ、間違いないですよ、踏み込むことって、でも時期がすごく重要なので、最初からやって絶対できるものではないんですね。あの例えば、これ、著作権法なんですけど、ずっとこれ書いてあって、これ一つ一つ読んでって理解できるかというと、まず無理ね、まず無理だろうし、あと、これは改正前なのですけど、改正になったところって、ぐわーって書いてあるんですよ、なんかわけわかんないことが、永遠とね、えーっと。この年はちょっとこれ、古い法問書なんですけども、まあ、例えばこれ、これ、改正文ですよね。 何書いたのかなって全然分かんないですよ。これ見た瞬間。改正になった後で1回でも試験出されて、ここから出たって分かれば、大体理解できるんです。だけど、改正になった時って見たってこれ分からないのね。何書いたのかなっていうところが。分かりますこれ見て。正直言って私は分かりません。見た瞬間何の。何でもやってもね、分からないです。で、ある程度ゆーっと見たいって教えることに、教えることを通じて、大体理解していくっていうイメージなのね。で受験生は分,分からないですよ。読み込んだって。それは あある程度問題があった上でやらなないとこれ無理なんです、ね、ただ、担当の書くものだけ覚えて理解できるわけではないと思ってたので、ね、そこで考えたの。<laughs> 申し訳ないんですけどね。うん、じゃあ、こういうのって一挙にまとめたものを作ったらいいんじゃないかと思ったんですね。これと、これと、あとは条文と、あとはここにある、いわゆる基礎,基礎本、基礎本というか、いわゆる教科書、全部まとめに作ったらいいんではないかと思ったんです。で 作ったのが、レックは多分、バッと見た、これ、あのあの原因になったんですね。それが、えー、今日、お持ち、じゃあ持ってないけど、アドバンスっていうテキストです。で、これを作ったんです。ね、で、作って、まあ、ヒットしたわけですよ。だって、これとこれとこれとこれ合わせたものができ,できるってことなんで、ヒットしたわけ。で、ヒットしたのは良かったんですけども、これ、改正、改正のためごとにもずーっと改正してるので、あのだん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 と、ちょうどね、あの、条文とリンクしなくなって、 たんだ、ねうん、で、これも行ってみたら、これに近いことになっちゃったんですよ。アホ、築城解説に近くなっちゃったので、うんってことになり始めたのね。で、じゃあ僕はどうしてるんですかってちょっと後で喋ります。っていう形で、こういうようなケースを作り始めて、回、まあ、してるってことになるんですね。さて、で、僕ちょっと考えてるものは何かっていうと、ちょっとそれを少しお話をしたいと思います。レックはそれに従って、皆さんやっています。この特に担当対策は、 このアドバンスっていうテキストを中心にどの講師も回しているわけです。でも、もともと作ったのは私なので、えー、中身をよく知っているつもりです。ね、でも、今ちょっと不備があるので、どうしましょうって今なっているのね。さてさて、そこでね、私は何をちょっとやりたいのかっていうところについてお話をさせていただきたいと思います。ね、今日ちょっとお話をしたいのは、インプット完了というところでしょう、あのー。この試験って年内中にインプット終わらないときついんですよ。で、年内中に終わった後で、 何をやるかというと、もちろんアウトプットってことになります。2>, うん、で2月ぐらいまでかかっちゃうと、もうダメですよ。多分その年は無理。あと100日しかないでしょ。ニュさん、じゃあの、プロ野球だったらキャンプに入ってる瞬間ですね。そこから作り上げて、5月の試験に間に合うかというと、これ不可能です。とりあえず年内中に終わらせておいて、終わらせなかったれ無理なのね。まあ、できればそれも、あのこの講座だけでインプットは終わらせたいんです。多分ね、オプションでたくさんあると思うんですよ。 あの一応入門講座を受けた後にこれもやって、これもやって、これもやってってたのたくさん、特に弁士講座はたくさんあるんですよ、オプション講座って。でもね、あのちょっと構えてほしいのね、大学入試ってあるじゃないですか。あれの、例えば1学期の講座があって、夏の学期の講座ってあるじゃないですか。夏の学期の講座っていわゆるオプションでしょあれって1学期に単なる福祉をやってるだけなんですよ。同じことをやってるに過ぎないのね。無駄なんですよ。無駄って言っちゃいけないかもしれないけど、まあ、あんまり新しいことやってるわけではないってことね。 本来から言ったらそこは自習すべきなのです。勉強ってね。全部、もちろん僕は教えることはできません。100%。たった1年といったって、インプットは4月から始まって、12月まででしょ。8月までしかない。8ヶ月しかないわけですよ。その中で、知財法って、まあ言ってみたら、形がないものだよね。で、債務改正がパン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 って、夢がたいっていう状況になってるわけですよ。それを全部教えることは不可能なので、まあ、ある程度の枠組みと、あとは考え方ですね。 なぜこうなるかということを中心に僕は教えたいと思ってるんです。まあ、そうなれば18ヶ月で終わって、できればそこだけやってしまえば、まあ、試験はよかるんだろうと僕は思ってるんですね。他が取ってもらいたくて、他は取る必要は僕はないと思っています。オプション講座。例えば何とか、まあ、あるよね、たくさんあるやつだけど、あれを取る必要はないと思ってるんで、インプットはここでいいと思ってるんです。ね、じゃあ、いくつか、ね、少しちょっとレジュメに従ってみていこうかなと思うんですけど、前振んなくてごめんなさいね。えっ、ー、と、 僕は試験を受けるたびに3つの特徴があると言っております。1つは知識力、知識力ね、あとは適応力、あと解釈力って3つが必要だと思ってるんです。ち、う、な、ん、みにね、皆さん、担当の問題ってどう解きます解くときって。うん、今日ねうんと、ちょっとまだ全然勉強されてない方もたくさんいらっしゃるのであの、ある問題出して分かりますかと言っても、多分これ分からないと思うんだよね、もちろん。 ただ、ちょっと場面だけ少し考えてもらいたいっていうものがいくつかあるところがあるので、ちょっと少し考えてみたいと思ってるのね。例えば、うんと、この問題っていうのがありまして、えー、っとですね、どこをやったかな。副代理人っていうのがあるんですけど、えー、っとね、あ、ちょっと今日、チェックをしておけばよかったですね。えー、っとね、副代理人。 あこれ、えっと、全然これ分かんなくていいですよ。分かんなくていいんですけども、こんな問題が、あのこれ、民法に近い問題なんですけどね、あるのね、ここ、法定代理人は、えー、っと、ここかな、ここだ、えー、ここかな、法定代理人は、公権監督人がない場合において、副代理人を選任しようとするときは、独物事件がいなければいけないですかっていう担当の問題があるわけですよ。うん これまず解くとき、どう解きます解くときって。解くときね。将来、その中で言うと、場面って想定できないところ、解けないんですよ。どんな場面なのかなっていうところです。ね、で、多分ぶ担当の回答を見ると、横にこういうのが出てくるわけですよ。エリンダリの場合は、副刈の専任には特別受験がいるが、法定刈りについては否定がないから間違っているってことを書いてあるのね。担当の足ですよ。回答誌としては。 9条ってところに、この規定が書いていないから、間違ってるって書いてあるわけですよ。条文から解いてるよね。間違いではない。間違いではないんだけども、これ、場面想定できますか何言ってるのかっていうところ。移林打輪ってこれ私です。弁士です。法廷打輪って、皆さん未成年者だとするならお父さんお母さんです。としましょう。ね。イリンダリン、皆さんが私を委任してくれたわけです。この成年者はいいなと言って、委任するでしょで。僕はすごく忙しいんです。としましょう。 じゃあ僕は勝手に他の先生にさらに代理ってやってもよろしいですかと言うと多分ダメだよね。そ,だねそれだ記事を書いてあったね、回答は。でも、法廷代理って誰ですか皆さん未成年者だったらお父さんですよ。お父さんって専門的に知見があると思いますないよね。受験がなくても選べるってことで言ってるのね。まあ、それは場面想定なんですけども、単に自分だけ見て今のって解けますかってところです。書いていないからマっになるとか、待つになるってずっと多分言い続けるわけですよ。こう知って。 まあ間違ってはいない、間違ってはいないんだけど、今の知識はどこから解いたかというと、一般法です。民法そうなってる、あと場面そうなってるって、僕は説明します。で、ないと、多分どうかな、分かります見た瞬間、あーっと、いや、書いてないからバツですよって言ったら、えって多分なると思うんですよ。面白くなくないですかなるほど、こういうことになってるんだって分からないと、僕はめちゃめちゃつまんないと思ってるのね。うん、で、実務はこれなんです。 画面,と画面設定をして分かるかっていうところね。いやー、判決に受けんってこれがあってってのはね、まあ、それは知ってればいいよ。だけど、なぜそうなったのかっていうのは分からないと、これ、使えないってずっと言われちゃうんだよね、そんなことは知ってると。当然、当事者でありますんで、知ってるのです、それはね。まあ、それはつまらないし、あと僕言ってる、1問といいて十問知るって、そのこと言ってるのね。これ、確かにこの問題で1問は1問です。ただ、ここからいろんなことが想定できるわけですよ。 この場面一体どうこの場面一体どうってことが想定できて、1問解くと10問とか5問とか解けるようになるんです。となると、あの担当に合格するための必要な足の数が3000とするならば、多分六600種くらいあれば、多分解けるんです。あとはそこから応援してるだけなんです。僕の頭そうなってる。まあ、それを一応ね、あのこの、まあ、担当の問題であるのは、担当のテキストであるはこれに表したつもりなんですけども、今、だん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 と少し。 条文のの数が増えてきて来ててきししまっっっ難しくなったのねでちょっと見てもらです例えば、<laughs> これ、これがあのレッグトク独特のアドバンスっていうテキストです。で、見てほしいんですけども、9条って書いてあるね、洗顔式。なんでしょう。で、洗顔式の条文が入ってあって、いや、これこうなってるんですここからずーっと説明と書くも出てこないですか出てきますよね。 学問と説明、出てくるじゃないですか。出てきますよね。で、これと、これと、条文の、条文ってリンクできます、パッて。条文を読み込んで、担当問題をちゃんと理解して、読み込むんだって絶対これ必要なんですよ。で、リンクしなきゃいけないんだけども、これ、9条1項から9条5項まで条文書いてあるでしょ、全部。で、それがこっちは、ずーっと書いてあるので、何項なのかって、これ分からないんですよ。リンクしてないってこと、イメージ的には。分かります条文がべらぼう長くずっと書いてあって、 かつ、その説明はずっとここから行くんですよ。1ページ、2ページ、3ページ行ってまだ終わらないんですよ。で、リンクできますかできないでしょ。僕はこういうイメージで作ってるわけじゃないんです。これ作ったときって。過去問と、業務の文言ってリンクできなかったらいけないと思ってたのね。で、作ったつもりなんです。でも、問題の数が膨大になって、かつ、あと十分が膨大になったので、まだこれはいい子です。 リンクできそうなところなんだけど、どっかになると、これ、十何号って出てくるんですよ。十何号、十五号とか十六号とか、もっともっといくんですページが。パーっといって、問題ちょっとだけってなると、全くリンクができないんですよ。で、どうしますそしたら。で、自分でこれ作業するの。僕、一応作業してるんですよ。まあ、線引いてあって、ここから多分出てくるんだっていうところと、あと問題。この問題も結構長まあ、これまあ、一章だとから短いんですけども、 実際の問題、ここのところから出てきたんだっていうのを線引いてるだけなんです。で、これ皆さんに指示して僕線引かせるんですかめちゃめちゃ時間かかりますよ。で、これで僕はやっていたんですね。何年も。やっていた。多分他の先生もやってると思います。やって悪くはないんですけども、そうだね。これやると、多分1単元で40ページぐらいしかいかないです。不可能なんです。しゃべることって。じゃあ、どうするってことです。で、僕、今回からずっといろんなところでね、配ってるものがありまして、衣装、これだけなんですよ。 待ってるこれで全部完結なの。で、今日配ってないです。今、春の受験生に全部配ってるんですけども、これの、言ってみたら、改定版です。もともと現地は僕なので作り直したんです。自分だけに配ってるんですね。で、どうなるかというと、各これ、こうことに全部書いてしまったんですね。こう例えば、これ、一章なんですけども、一章だと、さっきの洗顔というの9でずっと書いてあったでしょ。でこれは それぞれ全部、9条1項、9条2項、9条3項はといってバラバラに書いたんですね。えー、っとまあ、ある程度お勉強した方はこれが便利だってすごく分かると思うんですよ。えー、っと、ここね。例えば、これ、9条1項。9条1項はこの、ここですね。これとこれとこれで見たら大体、あの大体形って分かるんだって線、まあ、それで枠をくってるわけです。ここから一体何が出てきたっていうところを簡単にもう書いてあるのね。履歴です。で、簡単に。 その過去問について、これが問題となったんだって書いてあるので、あとはそこだけやってしまったら、多分頭に入るんですよ。5 0 0 c ってパッと解けるんです。5 0 0 c 普通3 0 0 0 c やらないと受からないんですよ。でも5 0 0 c ってこれで見ちゃうと、パッといけるんです。敵のこれを使ってやったんですよ、一緒って。通常だと2回で80ページ。これ使ったら2回で160ページいきました。で、全然違うんです。早いって言ってました。皆さん、早いと。確かに早いんです。特に息を、これね、効果を出したのが、 条約です。めちゃめちゃ早かったです。で、条約ってね、すごく量があるんだよね。たくさんたくさん。で、終わらないんですって言うのは、飛ばしますって言うんですよ。担当で飛ばしていいんでしょうか。じゃなかったら4月にじゃあ、う場やるから来いって言うわけですよ。笑いますね一応年内一緒に終わらなかったらむず、僕は難しいって言ったではないですか。で、本当はそれで終わらせたいわけですよ。 で、これを使うと早かったんですよ。春に1回、僕は条約もついてやってみました。めちゃめちゃ早く終わったんですよ。PCT もたーんちゃんとね、1回か2回で終わるんですよ。2回ぐらいで。それで終わりません。4回やっても終わるんです。で、深く理解させて、そして僕はずっとしゃべってるので、作業はさせません。一切。書かないので、僕は。ただし、これを配って、こうなってますと、ずっとしゃべります。背景とか。の方が 方向としてててはははいいいんででななのかなって僕は思っ僕思るんですね、まあ、スタイルはそれぞれ先生が違いますので、まあ、それぞれいいと思う先生に言っていただきたいと思うんですけども、僕はそれだと思ってるんですね。法律の知識って、特に教えることに関しては、多分これがいいんだろうと思ってるわけです。で、これを配って、いつから配ろうかなと思ってましたね。もし、あの、一番最初から配って、普通、この担当講座って、だたいね、10月ぐらいから始まるんですよ。9月から10月。 そこからこれ配ってもいいんですけども、もっと早い時期にもし配れば、正直言うと、これがいらないんですよ。条文集って。条文集書いたものはこれなので、全部。それをもっとこうごとに、こうごとに落とし込んで、こうなってるって書いたんですよ。今年から僕は配ったんです、これ。じゃないと、やっぱ終わらないって思ったんですね。何回やっても。ちなみに、ワイドクラスって、担当クラスはすごくあります。他のクラスから見ても。他のクラスは多分、えっ、ー、とね、30回ぐらいで担当って終わりかな。 ワイトで42回やるんですあるけど終わらないんです。作った人がやっても終わらないんですよ。となると、限界やっぱあるわけですよ。じゃあどうすると思ったのは、この、まあ、作り始めた単調だったんですね。で、よかったと思うんですよ。やると。なるほど、こういうことになってるってね、落とし込みが多分早いと思います。見るとね。で、これで一応、担当は僕、やっていこうと思っているわけです。今回ね、やっていこうというところで、できたら、もし、めちゃめちゃもっと早く配れれば、まあ、今、作ってる最中でもう、ほぼ終わってるんですね。 ったのがで暫時今、空き船に配っているので、その方が終わった瞬間、多分配れると思うんですよね。でもし配って、もしそれ提供できるんだったら、入門のスタートからこれがあるわけですよ。いわゆる常文集がもっと分析されてるっていうイメージかな。で、こういうのが出だしたじゃないと、またまだパッと信用性がなくないですか入ってこなくない僕は入ってこなかったんですよ。これ見ても、全然入ってこないのね。で、やればできるでしょっていうのは、これ、無理なんですよ。 ななかなかだから、エりコって使って、知識って得たいわけでしょなぜか得得たくないですかなぜそうなるかと。結論だったら、書いてあります、全部。それはいらないと僕は思ってるの。それは自分でやらなかったらいけないし、あのー、これ、言うと怒られちゃうんだけどね。大学の受験と違うところはどこですかね大学受験ってオンブレダっこでいいんですよ、ある程度。でもこれは、もしこれやっちゃうと、何年間もずっと来るってことになっちゃいますよ。嫌でしょう、正直言ったら。ね。 レックはいいかもしれませんよ僕もいいかもしれないけど、できればインプットは8ヶ月間ぐらいで終わりにしたいわけですよ。あとは自分でやるで。自分でやらないと、やっぱね、試験って上昇はしないです。国家試験なんで、やっぱ違うんですよ、その辺って。自分でやるというところがあ,あるので、ちゃんとこれ、分けましょうってことを言ってるのね。あの僕が教えることと、皆さんがやるべきこと。皆さんはその問題を解いて、僕、これ教えるでしょ。 問題解いて、なるほどって理解してもらいたいんです。落とし込み。そこまで僕はやできないの、ね。で、その前提であるものを教えます。なぜこういうことになるかってことです。それは頭を持って解けば、多分8ヶ月間やるだけで、多分3000しか4000しか解けます。半年式試験って。で、今これが解ければ、ロームって受かりやすいんです。めちゃくちゃ受かりやすいです。うん。で、今日ちょっとロームの話もしますけども、えーと、これができれば、昔はね、半島突破してもロームがすごく難しかったのです。 まあ、一概に言えないけども、たくさんたくさん書くっていう時代だったのね、僕らの頃って。で、記載量も、うん、今、満杯書いて2000字なんです。で、僕らの頃はあは、今の試験の用紙と様子と違って、B5 で10枚っていう時代だったんで、今の1.5倍書くんです。3000字書くんです。たくさんたくさん書かないと受からないっていう時代だったのね、今違うんです。ただし、今日配った問題ってあるじゃないですか、ちょっと見て、書去問過書問あるでしょう。 昔の試験は、えー、っとですね、あ、これついてないね。えー、っと、うん、えー、っとですね、あ例えば、えー、皆さんのところにつけてないのですけども、例えば、昔々のね、えー、論文式試験って、衣装でもこんなもんですよ。商品の衣装。ほら、薄いでしょ、すごく。これ問題ですよ。2問ですから、これで。 にもただ、質ルがなくって、案件できない方はちょっと難しいんです。旧試験って。今どうかというと、ちょっと見てほしいんですよね。どの問題でもいいですけども、例えば、これ、特許ですね。新しい試験制度に入った特許という科目になるんですけども、一番最初のやつ、問題ってあるでしょう。これ 特許第一問、で平成21年なのですけどもね、長くないですかずーっと書いてあって、実務的になんか見えませんでも実務、これ関係ないんだよ、言っとくけど。だって、実務がもし必要であるならば、実務ちゃんと受けてない方は受ける,受けることができないってなってるやつですよ。で、そうではないから、全然。ただね、時間、これめちゃめちゃかかるんだよね、読むのに。かかるんです。かかるんだけども、あのこれ読み方が実はあります。あの原告って皆さん解いたことあるんでしょう 僕もね、現代国語って、向上的に点数が実は取れなかったんですよ。大学入試で。で、指向に初めて僕は行ったんですね。で、どうやったら合格くと取れるのかろうかと。で、あんなの感覚かなと思ったわけですよ。でも、回答ってあるんでしょ必ず。で、読み方って僕、習ったんですよ。あの、駿河台指向ってあるでしょ。朝ご僕行ったんですよ。初めてい、ね。目からうろこ落ちましたね。あ、こうやってこれ読むんだってなってね、読み方を僕は習ったんです。で、工場的に点数が取れるようになったんですよ。 それによって。で、これも似てて、速度ができるようになってるんです。早く。極めて早く。で、このくらい長い文章ってあるじゃないですか。これ僕はどのくらい読んでるかというと、だいたい5、6分です。で、回答を出してるんです。で、読み方がこれあるんです。読み方があるのね。あって、それを教えてしまって、あと担当指示がちゃんと入ってるんであるならば、多分今ね、結論と理由だけ書けば受かります。本当は良くないんだけれども、受かるんです。今のしっかり。 今、そんな試験に変わってしまったのね、早く読めるかっていうのが今前提なんです。読むときって。まあ、それを読めることが、特に、特く実図というは絶対必須になります。理科系の科目なので、ね。で、この一方で、衣装商品、一部そうなっていたのですけれども、最近、少し変わってきたのね、衣装の商品って。文系科目でしょう。で、やっぱり、こういう問題で結論というだけ書いてあると、僕みたいなのが、いわゆる試験員ですよ、文系が。 となると、これ、まずくねえかってなるのね。全然どうしてないじゃないかと。担当とこれ、間違ってるんじゃないこの方はってなるわけですよ。そこで、ちょっともう問題の形式変えてしまってるんですね。最近は。だから、文系科目と理系科目といったら語弊があるかもしれませんけど、それを分けないと、本当は良くないんです。特実は理系が受ける科目でしょ。で、試験の先生も理科系の方なんですよ。割といかに早く読めて、回答できるかっていうところがポイントになるわけです。確実的なのね。どっちかというと。 で、この一方で、まず商標ね。完璧にこれは文系科目になります。文系の方が全部やっておりますので、なんじゃこれってやっぱなるのね。止まっちゃうわけですよ。ビルと。うん、で、衣装はと言ったら、これ、2つの側面があるの。い、まあ、ったら作ったと言ったら、デザイン作ったっていうこともなるし、デザインパッと見た瞬間、これ、商標に近いっていうイメージがあるのね。ビトンのバッグ見たら、ブルイ・ビトンだって分かるじゃないですか。デザイン見ただけでも。二面性があるの。だから難しいのね。 でそうするとね、折衷的な法制なので、最近聞いてくるわけですよ。例えば、判決がありますと。特許の判決です。これって衣装に当てはめれますかって聞いてくるわけですよ。通常そうですって実務的にはなってるんですよ。でも本当かなってやっぱ聞いてくるわけですよ。客体が違うからね。それを書けという試験でありますので、ちょっとね、指向の確意的な回復とはちょっと違うのかもしれません。もしかすると。まあ、それが難しいというところになっているので、衣装とか商品はちゃんと教えます。この回でも。 論,文論点があって分かれていて、どうなる、こうなるっていうところをね、これを教えていきます。で、僕、論文の講座は、このワイドのクラスでやっているよ、ね、中に入ってるんですけども、やるのはというと、うん、と今日、これはあるかと思うんですけども、えっ、ー、と、一つはこれ。すべてこれ、実は過去問を絶対説明します。読み方です。どう過去問で解いていって回答を出すのかって読み方をやってるんです。あとは、 ちょっとあまり皆さん見たことがないのかなこれ、論証ブロックってやつです。小試験でよくやるやつです。問題点があって、なぜ問題点が生じて、あなたの見解はって書くの、最近出るんです。意証商標って。で、それが本当は法的思考なんですよ。多面的でしょ法律って。あのー、わかりますかねあのー、未確系の方はどちらかというと、回答で1個だって普通いきません割と。じゃあ僕らはどういう勉強をするんですかね僕らって、 一応、条文の基盤が与えられていて、そこからどう読んでもいいわけですよ。どっちの見解もあるからね。原告さん代理人と被告さん代理になったら、言うこと全然違うではないですか。どっちも正しいわけですよ。それって。どっちも正しい。そのバランスを考えて、見解を出すっていう作業をやっているのが、僕、習ったやり方なんですよ。法律の手尻ってね。だから面白いんですね。で、多分誤解ないようにちょっと言いたいんですけどもね。僕も最初は大学入る前ね。法学部って 条文を覚えて、判決を覚えて、出すだけでいいと思ったんですよ。ほんとそう思ってました。でもね、全然違うの。想像しているんだってイメージなのね。こう、規範ってあるわけですよ。法律、条文。これがあって、で、結論が全然決まっているんだったら、どうやってその結論に持っていくのかってことを思考で楽しんでるんですよ。A も B も C っていう見解も全部あるんです。で、それを楽しんでるっていうのが法学部の勉強の仕方であるので、なんだろうな、いろんな考え方が実はあるんですね。で、知財法も全部そうなのね。 いろんな考え方が実はあって、本当は楽しい学問で最近出てくるんです。で、またこれができると、おそらくね、いろんな仕事が多分できると思います。特に僕がやっている文系科目の意証商標であるならば、そこだけで判決は通常しないんですね。うん、例えば、不正競争、防止が絡んできたりとか、著作権が絡んできたりとか、あと一般法ですね、民法とか絡んできたりとかって形で、リズムって普通やるんですね。でそうなる と、めちゃめちゃこれ、奥が深いってことになるので、僕、受かったのにもう一回行きましたよね、イン。僕、平成9年に受かって、平成12年、自分の学校にもう一回行き直したんです。で、足りないなと思ったらね、一般は一応やったつもりなんです、大学では。1から4年ね、やったんですよ。で、やって、まあ、一応試験の勉強も受けてってことやってたので、まあね、そこそこやったと思うんですよ。で、一応試験を受かったではないですか。一応工業集計については、まあ 国家資格持ちってなったので、やる必要性がないような感じがしたのね。だけど、全然足りてないってこところに気づいたんですよ。足りないと。時代法って結構奥深いのね試験に出てくるの本当のここしかないんですよ。やればやるほど深くってね、面白いっていうところだし、あと、海外法ってあるじゃないですか。あれと比較するとすごく面白いんですよ。なぜこうなるかっていうのが浮かんできたりするのね。で、多分これね、司法試験と比べても多分面白いところっていうのは海外法ですよ。 だって僕らの科目って条約っていう科目があるでしょ、条約。あれすべての弁護士って全部あれ学んでるんですよ。あの下にすべての国内法ってあるので、国内法がその下にあるっていうこと、すべて大体似ているんですね。中国もそう、韓国もそう、日本もそう。で、どうあとちょっと違うところがあるのはなぜかって考えるとね、とれか面白いんですよ。ただ、日本の法制分かると、どこに行っても多分通用しますよ、ある程度。違うとこが分かって、あと語学だけだよね。 僕はそれをやらなかったんですよ、語学。残念と。ね、だって、大学のとき、必要ないと思ったのね。俺は日本でずっと生きていくので、英語も関係ないと。あんなに勉強したいのにってことです。あの受験のときにね、英語得意だったんです。だけど、関係ないよなと。俺も日本で生きていくんだしって思ったのね。っやっておけばよかったなって、今すごく後悔してるんですね。うん、で、やっぱ、院に行って、勉強し始めると、やっぱ外科医法ってあって、英語とかやっていたら、もっと。 射程仕事の幅広がったとっ思うんですよ。日本だけじゃないでしょうやるところって。まあ、それがすごく面白いというところになるので、まずしね、消費者ということをやってもらいたいというところです。で、あの一応3回転、この、えー、Y でもやっていくのですけども、一番最初がエッセンシャルっていうクラスがついてるんですよ。ですぐこれは、えー、見直しことができるってことになっておりまして、これはそこの部分だけど通信で僕取っちゃってるんだね、通信で。で、全部で15、六6 かなあるのか、うん、でこれね、法律の科目ってたくさん科目があるときって、まず何やか知ってます？やるときって、ガーっとまず見ちゃうんですよ、概要。特許は大体こんなもの、細かいところは見ちゃいけないです。特許はこんなもの、衣装こんなもの、実用新案こんなもの、領域ってこんなものっていう形をまず覚えちゃうんですね。大体細かいことはいらないです。がっと見るんですよ。大体15、16回でいいですよ。で、通常これ30回もやってるんだよね、時間がもったいないというところです。 じゃあ、終わった後何をやるかというと、僕の場合は4月から、皆さんも受けると4月からってことになるかと思うんですが、4月から、えー、生の講座が始まっていくわけです。生の講座何をやるかというと、えっ、ー、とね、入門講座の単元はこれ守ります。入門講座の単元って、そうだな、あのー、担当の幅がこれすべてなんです。幅は。深さはないんです。幅がすべてだね。地財法の世界ってもっと深い、広いんですけど、試験を受かるための担当の幅ってこれしかないんですよ。これしかない。 だけど、入門の講座って、論文と共通する事項についてやってるのね。だから、この幅の大体6割ぐらいかな、入門とか論文って。そこをやるのね。じゃあ、どうやるかというと、まあ、一応、説明を行った上で、実際上、これテキストになるのですけども、こんな感じですよね。条文が入っていて、かつ、論文の問題が入っていて、書字が入っていて、そして、 えーと担当の問題はってて多分出てくると思うんですよあこのやつ、ね、問題はと言って、担当の問題をしながらというか、これを聞いたんだってことを見ないと分からないと思うんですよ。新規性ソーシャル例外って言ったり言ったりなと言ったって、口で言うのは簡単です。でも、具体例がないと、多分頭に入ってこないんだよね。間違いなく。と僕は思ったんです。で、これは一応ね、あのいわゆる論文と共通事項についての単元別の、まあ、 担当レジュメっていうか担当のものになっていて、かつ、論文の論点も全部入ってるんです。大体。まあ、それ、今回最初にやっちゃうんですね。一応やると。まあ、それが4月から始まって、3月の末かな始まって、大体8月に入る前後までやると思うんですよ。で、やって合わせて、あと論文の方は、こちらですよね。これを使って、国語も解いていくと。読み方をやっていくということになります。多分これはないと思うんですよ。読み方をやるっていう。 さっき言ったけど、僕は現代国語がすごく苦手だったので、文系なんですけどね。でも、その時、本当に気づいたの。あ,あ、こうやって読めばいいんだなって思ったのが、澄んだ胃袋ですよ、本当に。読み方ってばあるんですよ、ね。適当に読んではこれいけないのね。読み方ではあるんです、読み方って。まあ、それをちょっと見ていただきたいっていうところと、終わったと終わった後は、次。担当に特化したクラスってあるのね。えー、担当に特化したって、担当特化した半減ってあるわけですよ。 担当ワイドと言ってるんですけども、通常これを使ってというところで、さっき言ったように、これかなりもう、副業に回に近くなっちゃったのね。で、そこで、ねじみを配って、そこでガーッと早くやっていこうかなと思うんです。これ、何回回せるか一番ポイントです。担当式試験って。回せるかというところで、通常回せないんですよ。1回も2回も。だいたい0.3回ぐらい回すので、バライネまたきてねってことになっちゃうんです。あるいは、たまたま買っても多分、ローモに届かないんだね。全然。 うん、で今の試験ってね、あのー、今免除あるでしょ。できれば、免除でうまく使ってもらいたいとてなるわけです。1回目の試験をね、ちゃんとね、受けてもらいたいの。例えば、担当免除になるでしょ。39点以上免除になるわけですよ。で39点のもいいのね、取るのって。うん、でも39点取った後に、1回目、いや、論文全く私は分かりませんと言ったら無駄になるじゃないですか。あと2回しかないよ、チャンスは。またもう1回、担当から受け直しって話が出てくると、もうやめちゃいますよ、大体。 一回は一回としてちゃんとね、科目として勉強してもらいたいわけです。だから、受かるかねはこれ別ですよ。ただ、受けてきて、あ分かったとかね、何しろ自信がついたっていうことで受けてもらいたいと思ってるね。あの、論文式試験って。であれば、翌年絶対これ受かります。論文式試験今、そんな試験になってるんで、受かるはずなんですよ。ね。それをぜひやっていこうかなっていうことです。で、9月からだいたいこの担当の講座が始まっていって、さっき言った配ったもんね、あ、ね、じめ。あれが 今、僕は実験的に上げていて、クラスに配ってるんです。m さんの時はもう実験終了でありますので、完成版を配ります。で、配ってやっていこうというところですね。で、それが終わった後に、できれば、もし時間があればですよ。このままに来ている方については、僕は応答していくつもりです。あの、僕、ほら、えー、っと、その、ゼミに入ってすごく伸びたって言ったではないですか。あれをやりたいわけですよ。じゃないと、予備校って手にはなさなくないですから。 聞いてるだけだったら、通信にとって流したのは僕は早いと思ってるんです。そうじゃなくって、なぜそうなったのってやっぱ聞きたいわけですよ。本当に分かってるというところです。あるいはあの、特技はこうだけど、衣装どうなってるっていうところね。で、なぜ違うのっていうところです。ずっと落としていくので、多分それあの、僕は多分ね、やらされたんですね。そのゼミでもそうだし、自分が習ったゼミもそうだし、大学、あと、院もそういう感じでした。で、面白いと思んだね、やると。ただ、最初はね、 皆さん嫌がるんだよね。当ってるところだ。やるでしょ、今の人って、みんなね。仕方がないです、それはね。僕も最初は、あのそんなもんだったんですよ。だけどね、やってだんだんとやっていくうちに、あの早く来ねえかなと思うんだようになるのね。いや、ここは俺の出番だと思うわけですよ。他のどうでもいいことは当ててくれないとね。最後の最後、俺は答えるんだってことにもしできれば、早く受かります。ここは早くかります。で えと多分これには載ってないのかな昨年度かな未昨年度かな、すごく早く受かった方がいらっしゃったのね、半年間だと思うんですよ、勉強の時間って半年。で、その方はそういうのを参加してましたね。本当に答えないの、言うと、パッパッパ,ッパってね。それはできれば、多分半島もたぶん論文も突破できるはずです。うん。幅があるので、試験だから、そこはね。でも深く僕はやっていきたいと思ってます。で、受かったと、できれば、あのこういう業界で、 発会社に行くもよし、研究するもよし、あるいは事務所に行くもよし、あのいいね、わ、まあ、割と受験生減ってるじゃないですか。こんなに近くなのにって僕、思ってるんですよ、本当に。なぜ来ないのかなって思ってるんです。でぜひね、来てもらいたいんですよ。来ないと、だんだん人材固結しちゃって、悪くなるでしょ。うん、で日本が観光立国って僕はいいわけではないと思ってるんですよ。今、観光立国になっちゃってるでしょ。 悪くないけど、やっぱ産業立国でありたいですよね。できれば。そのために、皆さん大学とか行って勉強されてると思うんですね。うん、で、ぜひ、武器として、えっ、ー、と、まあ、紅子って持っていただくと、僕はいいのかなって思っています。いい資格ですよ、すごく。で、さらにこれ取った後に、今だったら海外行くよね、若ければ。行って、向こうの資格も取って、向こうでも仕事をぜひやってもらいたいんです。結構僕の受講生いますよ、行った方って。 向こうの資格も取って半分ずつ日本と海外で今生活している方もいらっしゃいますね羨ましいよね僕はできなかったというか全然それを装備してなかったんで失敗しちゃったかなとかすごくあるんですねもっと早く知っていて誰か受験してる方がいたら自分もやってたのになと思うけどもう僕はでもいいんですよもう60ですからねあとは若い方に託すことはすごく大きいのでぜひね、えー、皆さんやっていただきたいと思っております。 まあそんな感じで僕は進めていくので、基本的には僕は作業はさせません。作業は全部線引きのほぶやってるつもりなので、あとは写してってことを毎年やってます。えあまり書かないので、ほぼ喋るということなので、繰り返して聞いてみてください。あの、1回目は普通に聞いてください。2回目、3回目は僕は結構これでも早い方なんですけども、速聴ですね。速聴。1.5倍ぐらいまでいけるかな。2倍は自分は聞けます。<laughs> で皆さん、多分きついと思うので、1.2、3倍で聞いていただくと、結構早く終わりますよ。僕はそれを繰り返しましたもん、昔。何回も何回もね、やると、その時間で全部カウントして、このくらい僕はやったんだって、実はカウントしてました。1時間って、だから2倍だと、2時間やったっていう計算になるでしょ。で、3000って当時は言っていたので、3000多分やったと思うんですね。じゃないと、社会人で受かることはないですよ、間違いなく。不可能だから、忙しいしね。うん まあそれはあるところなので、ぜひね、うまく使って合格していただきたいと思っておりますで。今日全体はこのぐらいで終わりにしまして、あとは個別に聞いてください。では、この辺で今日は全体は終わりたいと思います。お疲れ様でした。えっとこれは